じゃあ次のメロディを読みたいと思いますシャーリーさんですねありがとうございます、はい、招き猫さん、リュウケンさんお元気でしょうかお元気です新月の願い事とルーン文字についていくつか質問させてくださいいい、うん、これあれ、招き猫さんがあのツイッターに書いたことについてですかああ書いたかもうん。一、うん、番はい新月になってから何時間以内に願い事を書くのがいいでいいのでしょうかこれはねいろんな説があるのよはい 新月を挟んで2日以内ならいいっていう場合と、うん、新月から2時間以内<う>前後2時間以内ならいいっていう場合と、うん、とにかくいろいろ言う人いるから、うん、私は新月の時間を調べて、うん、新月の時時間間になるべく近い時間にってて思ってるよちなみにツイッター見てない方もいるかと思いますんでこの新月の願い事っていうのはどういうものですか簡単に言うと。新月月のの願い事は月のリズムで、はい あの目標を立てて、うん、それを自分の中でだんだんこう盛り上げていって反省したり。とかしながら、うん、どんどん次につなげていきましょう。という、はあ。新月の日になんかこう目標を作って、次の新月までに実現させるみたいな。そ,<う>そんな感じのサイクルですか？そう。私はそういうサイクルでやってるけど、うん、新月の時に目標を立てて、うん、それが満月の時に叶うように持ってきて、うん、で。 次満月から次の新月までは、うん、あのその反省とか次の準備とか、うん、見直しとかって言って、うん、でまた新たに新月から、うん、その前回のを踏まえて目標を立てるっていうのをやってる人たちが一般的なの。うん、なだけど私はのんびりしてるし、うん、そんな急なこと言われたってさ、うん、たかだか半月ぐらいでやれるかよっていうのがあるから、うん、一周。 してるの。うん、なるほど。うん、だから、自分に合ってる方で、テキパキしてる人は。やっぱり満月にかなって。うん、そんで、そこから反省して、いろいろこう。準備をしたりとかして。うん、次の新月には新機一転して、また。前回も踏まえつつ、新たな目標をっていう方が。いいのかもしれない。うん、なるほど。自分のペースに合わせたらいいと思うよ。なるほど。うん、このルーン文字についてって、な、何か書いたんですか。 ルー文字はなんか目標をたた立てようにも何からやっていいのかなっていう人いるんじゃないかなってちょっと思って、ええ、それでヤハハって必要な時にぴょろっと見,見たり聞いたりするかなと思ったから、うん、届く人にはちょうどいいタイミングでその書いたメッセージが届いてくれるかもって思って、うん、ルーンで「ワンオラクル」で占ったのを書いたの。 なるほどだからそのタイミングで、うん、そのメッセージを見た人にちょうどいいんじゃないかなっていうタイミングでうんとねルーンを弾く時に、うん、にゃは,はの掲示板を見た時にちょうどタイミングよくこのメッセージが届くようにっていう意図で何かメッセージをくださいって思って弾いたの。だから すんごい時間経っちゃっててもたまたまその,その人にとっていいタイミングでこれ見るかなって。うん、なるほど次に質問2 2> 2新月の日の日願い事に数の制限はありまとか数の制限はないけどできなかったことの方が人って気になるんだって。あそうですねだからできなさそうなほど数は作らない方がいいと思う。 じゃあできそうな範囲内だったら別にいいいいくつででもいいとといううことですね、うんやっぱりね大事なのはね、うんうん、私が弱っちいからかもしんないけど大事なのはプチ達成感を積み重ねることだと思うから、うん、できなかった印象にならない程度の数をやって、うん、でちょっと無理するぐらいがちょうどいいと思ってるから、うん、あんまり欲張らない方がいいと思うな。うん、なるほどうん